鈴木牧師天保13年5月15日は、江戸時代後期の商人、随筆家。陽名はヤ太郎。通称は、儀三寺、牧師は、廃合、野号は、鈴木屋。家号は他に、秋月庵、ラミミなど。父は、鈴木常上門、母母とよ。北越節ッに二変換一貫、越後腰軍二十、村東牛の図。 長岡市立中央図書館所蔵。極定馬巾の依頼により、鈴木牧師が、越後国越軍二十村で行われていた闘牛の、取材をした時に描いたもの。名は七年越後国小沼軍の塩沢で生まれる。鈴木屋の家業は、地元名産の縮みの仲買と、七屋の経営であった。地元では有数の豪商であり、三国街道を往来する各地の文人も立ち寄り、父、 牧水もそれらと交流した。牧師も、その影響を受け、幼少から、徘徊や書画をたしなむ。19歳の時、縮み80単を売却するため初めて江戸に登り、江戸の人々が、越後の雪の多さを知らないことに驚き、雪を主題とした随筆で地元を紹介しようと決意。帰京し執筆した作品を、 完成10年、下作者さん東京殿に添削を依頼し、出版しようと試みたが果たせず、その後も、極定馬金や岡田玉山、鈴木不要らを頼って、出版を依頼するが、なかなか実現できなかった。しかしようやく、山、東京殿の弟山、東京山の協力を得て、天保8年、北越切符初版三巻を刊行続いて、 天保12年にも4巻を刊行した。同書は、雪の結晶、雪国独特の習俗行事、遊び、伝承や、大雪災害の記事、雪国ならではの苦悩など、地方発信の科学、民族学上の貴重な資料となった。著作は他に、実編者19の勧めで書いた、秋山気候や、夜食草などがある。またがも巧みで、馬金に、 南宗里見八県伝の挿絵の元絵へを依頼されたり、牧師の山水画に、領館が山を添えられたりしている。分筆業だけでなく、家業の縮みの商いにも、精を出し、一台で加算を三倍にしたという、商売上手でもあった。また、貧民の救済も行い、小じやの陣屋から報奨を受けている。鈴木牧師記念館。 天保13年、死去、去年73。墓は、新潟県南魚沼市の長温寺。同市の南部には、鈴木牧式年館がある。ありがとうございます。